レビュースポーツ木曜日お送の皆さんこんばんは新日本プロレス内藤哲也です今日もお番組楽しんでくださいね「知りたい?タイン」タイン「知りたい?」「FMI」「勝ちたい?」「取りたい?」「IWGP ヘビー級タイトル」新日本プロレススターダストジュニア内藤哲也 Listen f m さて、時刻は5時6分を回っています。ここからは、萩原和幸さんのコーナーということで、フォト魂のコーナーです。萩原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、生ですね。今日はね、ちょっと静岡で仕事をしているもので、ここのところ。うん。あ、そうなんですね。ちょっとなんか焼けましたね。ねえ。うん。怒涛だったのよ。ロケ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 で。はいはい。それでね、 会う人、会う人に日に焼けましたね、うんうん、いやそんなに焼けてます焼けてます。別にあの、いわゆる沖縄行ったりとか、はい、グアムとかサイバンとか行ったわけではないんです、はい、あの都内だの、千葉だの、はい、山梨だの、うんうん、<laughs> そういうとこ行って、いたいい感じですよ、でも焼けてる雰囲気が。うん、もうね、すぐ引いちゃうんですよ。 そうなんですかなんで、まあ、ほっとくと、普通の色になってしまうので、じゃあもう夏終われば、また普通に戻ってみたいな、それは甘いんですよ。えそうなんですかこの年だと、シミというね、ああ。なるほど。そういうのが気になるお年頃なんですよ、はい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 。それをですね、タレントさんに突っ込まれたりするんで、気をつけてはいいんですけど、男が気をつけてもね、思いながらね、また夏が来ちゃったなと思ってますよ。で僕あれれすよちょっととなんかか日光アレルギー言わて ちょっと日に当たるようなところで、取材とかしてたんですけど、急にだったんですけど、なんかかぶれてきちゃって、んであの夏は半袖とかだめって言われて、それって、治るもののなかしいやもうなんか、例えば年齢的なものもあったり、体質が変わったりね、そういうのもあって、急になる人もいるんだよっていう話で、でも、治んないかもしれないとか言われたんですけど。 でもねもうとりあえずね、アルファどんだけ持ってるんだよとかって思うんで、ちょこっとこう治りかけたので、うん、もうねあの、普通に今日から半袖、うんはい、来てますけど、うん、大丈夫なんですかなんかもうあの気合いで 気やっぱりね、夏に、本当申し訳ないんですけど、夏に夏らしくできないのも、ちょっと寂しい感じしますもねそうなんですよね、うん、申し訳ないなと思う時があるんですけどね、やっぱりそういう日光アレルギーとかっていう方なんかは気の毒だなと思うんで、あれなんですけど、まさか自分がとかって、僕、ハワイにいたんですけど、病院の先生に言ったんですけど。それだ 浴びすぎなんですよそうなんですかねうんうんうんもうあれかね一生に浴びる量が決まっててもう超えちゃったんですかねそう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 やだなこれからはちびりちびりさごまかしながらちびちびとね太陽浴びてくださいよあんま浴びないのもなんでしょうからねきっとさらっとこう行こうかなと思うんですけどそんなね夜夜ばっかりこうで歩くっていうのもどうかなとか思うんでつまらないうんそじゃあさあまあ今度 夜出かける理由が一つあるじゃない、なんだっけ、清水の七夕だ。あ、今日からですね。今日から。はい。五六七ですね。あ、行かれます。行く予定です。はい。僕も行こうかなと思って。せっかくいますしね。そうですよね。うん。やっぱ写真撮られる。うん。撮ろうかなと思ってます。うん。まあ、せっかくですからね。だって、これからの時期、まあ、あの、夜でもいいイベントがたくさんあって。うん。また、あの、清水のね、その七夕祭りの後は。あ、灯籠流し。あれ、僕、好き。あれよ。 でしたっけ多分翌週だと思うんですよね、清水区、怒涛ですね、じゃそうですよねイベントがね、もうあって、なんだっけ、港祭りもすぐ来るしね、その前に安倍川花火もありますね、花火、こちら、中継されますそうなんですよ、毎年このところはね、花火、夏をテーマとした川柳を募集して、その川柳も発表しながらって、今年もやるんですけど、萩原さんも川柳、またよかったら作ってくださいはい。 いわゆる風流な人間じゃないですよみんなね、いろいろ試行錯誤しながら考えてくれてて、笑いあり、ちょっとなんか下ネタありみたいな感じのやつをいっぱい送ってくれるんですけど、カメラマン川柳とかあればいいのにね、そうですね専門の言葉使っちゃうと、それだけの面もくないですからね、イベントごと多いんで、いいですよ夜のイベントごとが、今のカメラは、ここのとこの売りは好感度。 はい。うん、あのー、暗いとこでもよく取れますわっていうネタが多いので。うんうん、はい、えー。ここで、皆さん使ってもらいたいなと。なるほど。思うんですよ。はい。うん。で、萩山の新しいおも、新しいおもちゃって、この間買ったおもちゃですけど。はい。この間買ったおもちゃを持って。うん。で。夜、綺麗に映るもので。ということ、は花火とかも綺麗に映るんですか。あ、花火はちょっと別なんですよ。あ、はい。うん、まあ、映るには映るんですけどね。うん、で。どっちかというと。 あの街明かりみたいなものですね。それが無理なく映るようになったんで、多分それこそあれですよ。七夕の。ひらひら的なやつ。ひらひら的なやつね。名称わかんないもん。で申し訳ない。ひらひら的なやつとかいいですよね。笹とか短冊とかね。それがこうね。なん、なんでしたっけ。あと、何飾りっていうの。ね。で、七夕飾りですよ。ただ。こっちから出てこなくて申し訳ないですね。はい。はい。うん。そんなものもね、取ってみようかなと思ってます。うん。ま花火はね、どうしてもこう。 ポーンって上がって、ひらひらひらって、ひらひらっていうのがずわーってなる、その流れを撮らなきゃいけないんですよ。うん、でそれって時間がかかるんで、はい、例えば1秒とか2秒とか、はい、手で持ってられない、な一瞬も撮ることができないんですよ。うん、ずっとどれくらいかカメラを向けてなきゃいけないんで、うんうん、ですから好感度になったとしても、撮りやすくはなるんですが、はいはい、けど一瞬で切り取るわけではないので、結局三脚立てなきゃいけないんですよ。うん、あなるほど、うん ね、あの今年こそは綺麗に花火撮ろうって思ってる方なんかはね、うん、でもね、やっぱりこういいカメラも買ってる人もいるでしょうからね。あだなんかあれですよ、携帯とかスマホ的なやつで、うん、あれですよ、なんか多分花火モードとか今、あるんじゃないそれもなんか三脚みたいなの立てたりとかしても、それが映ったりするなよ、不思議と。また最近のものもは本当にね、うん 僕、取り残されてるかな。嘘ばっか。ァイ5が出るまで、もう待ってるじゃないですか。9月か10月とかで言われてるので、僕、まだ、いまだに、あの、初期の 3G 使ってますからね。いい。もう待ってるわけでしょ待ってます。それを。いいじゃないですか。たまにこうね、ちょっと動きが悪くなって、壊れるんじゃないかな。もう今壊れないでくれ、みたいな感じは思いながら。もう何年使ったのもうこれ。3年、4年ぐらいそれぐらいになってきますかね。ああ、もう、一っりましたね、十分。取ってますね、もうね。はい。 うん、それくらいやっぱね可愛がってもらいたい家電も <laughs> 皆さんそうですね使い捨て、使い捨てにしないでまあ使い捨てはかるけど、うん、せっかくなんで運搬ン出して買うものじゃないですかまあ愛情を持ってもらいたいカメラもそうですけどもちなみに花火というと,、えー、っと今度の月曜日ですね7月の9日清水さんが、うん、あそっか9日なんだ、はい、あれ、あの日本平って言ってたんですかね。 えっやるか知らないけどえっと僕全く調べてませんはいもう何も言えませんねはい早い段階だなと思ってはいますやるのかどうかもごめんなさいはいわかりませんすみません申し訳ないです生ですすみません申し訳ないですあそうですか九日九日ですはい不気味ちゃん大好きですよあのなんかこうすごい低いとこっていうかしいけどこんなとこで上げちゃうのって感じので花火ももう小規模ではあるんですけどいかにもこうなんていう 村の花そう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 昔のねんながあ村祭りみたいな感じのね規模が好きですよ、はいうん うん、まあぜひ見てもらいたい見て、見たことない人って意外にいるんじゃないですか、市内でもそうですね、多分音だけ聞いてっていう方もいるんじゃないかなとは思うので、うん、結構、にぎやかいですよね、行くとね、清水さん通りがあんなにこう、ね、にぎやかでこう楽しいっていう雰囲気が、うんうん、なんかあるのは、いいですねいや結構だって、やっぱね、まあまあ、ぶっちゃけそんなり、ふだんは、うん、もう公園の中でね、おじさんたちが囲碁を打ってたり、将棋してたりとかっていうのもありますけど。ありますねはいでも、まあ あんだけ人来てて、若い人もねたくさんいて、なんだっけ、露店もたくさん出てて、にやかいですからね、ぜひね、見てもらいたいです必ずジャガバターとか食べますからね、僕ね。あ、ジャガバター派ですか、僕はねベビーカステラ派です。ああ、それも買うんですけど、露店好きなんだ、大好きですね、言おうと思ったの、あんまあね、露店の方にカメラ向けちゃだめですよ、それ以上は深くは言えないんですけどね。 気をつけましょうってこと言いいたなるほど、なるほど、子供さんがいるときは気をつけてくださいまあでも、そうですね、今もう本当にやっぱり、子供さんとかにね、その人を取るつもりじゃなくてもね、やっぱりうちの子にちょっと向けないでくださいみたいなのとか、やっぱあるので、かなりね、神経質に言われるんですよ、私も言われます、鼻から向けないんですけどね、トラブルのもとなんで、そうですね。 やっていってくださってる方々なら安心なんですけども、不意にやられれば、やっぱりあまりいい気持ちじゃないと思うんですよ、まして、その自分のお子さん、子供にね、向けられて、それを何に使われるかっていうのがわからないんで、やっぱりね、日本って緩いんですよ、その子供の写真に対してね、そうなんで、やっぱ気をつけてもらいたいなっていうのは、思いますトータル的に日本、緩いですからね、本当にね。それで思い出した 告知見たくなっちゃうんですけど、7日の土曜日、雨天は8日なんですけど、天満町のところで萩原が講師してます、静音の学生と、天満町の商店街がコラボで毎年お祭りやってるんですよ、イベントごとを。ぜひ来てもらいたいな、学生なんかショーやったりとか、露店やったりとかするんで、ぜひ見てもらいたいなと思うんですけど、午後からなんですけどね。 午後から1時から6時くらいまでだったかな、なんかたくさんそこでやりますので、学生が、手作り感いっぱいなんですけど、じゃあ、七夕の時そうそう七夕イベントなんですよ。あそうなんですね、ちょっと楽しいですね、雨天の場合は8日になります、ただね、ここ何年かで1回も雨降ったことないんですよ、知ってました月日っって雨降たことなないんんでですすよそうか 月日日っても変だだな第,、うん、第1土曜そのイベントの時は降らないんで、うんうん、あ,あんまりうと語弊があるもんでね、はい、まずいですけど、七夕豪雨とか昔あったくらいですからね、ちょっとね、明日からちょっと心配なんですけどもね、ああ今夜からもう降るって言ってますよねそうなんですよね、もう今日番組終わったら、速攻で、うん、ね、やっぱり皆さんね帰、帰る方もいるだろうし、僕もいつも長く残ってたりとかするんですけど、雨ね、うねこれからきつくなりますよね。 梅雨もね、後半に差し掛かってくるときつくなってくるんで、結構ねきちきちに入れてるんですよ、スケジュールを。一発でも降られちゃうと、ちょっと困るみたいな、先日もね、とある雑誌のロケがありまして、天気予報は曇りだった、そのロケが決まった時は、10日くらい前の話だったんですけどね。で えー、それを、おじゃ最終的に打ち合わせして、えー、1週間前までになった時にまだ変わらなかったんですよ、はい、天気が。しょうがないなって、曇りでいきましょう、うん、それで週を超え,えたら、はい、雨になっちゃった、天気予報が。はいはい、でもう諦めて、雨の用意しましょうってことになったんですよ。ほ、うんで、うん、前日に <laughs> 晴れに変わりましたみたみいな <laughs> <laughs> 変わりやすいですね。うんうん、それれでで変わって、うん、晴れてて晴晴の日日だけ翌雨した そんなこともあるんでね、コロコロ変わるんですけども、この時期はもういろんなことで左右されて大変です、着てるものはもう秋物ですから、大変ですよね、やっててね、確かにね、それもこういう仕事の苦労の一つではあるんですけども、楽しいところでもあるので、もう今、冬物のね、構想入ってて。 よくわかんんないんですけどねだんだん季節感がなくなってくるんで、そうです、ねうん、でもグラビアは、ね、いいんですよ、別に、はい、あの発売も早いんで、でも夏に撮ったらすぐ夏に出しちゃいますから、月刊誌で先へ先へ行くっていうのが、辛いですね、はいうん、毎年なんですよ、ね、確かにでも、あのーまあ、日本国内でもね、まあのー、やっぱり縦に長いじゃないですか、えー、いろんなこう季節感とかってあると思うんですけど、うん、やっぱりそういう国内でこう動いて、うん 撮影みたいなのも多いんじゃないですかそれがですね、遅いんですよ、そのとそのシーズンにっちゃ、前倒しにしていかないと、例えば、人物が一番困っちゃって、それ、前倒しで撮ることできないんですよ。だから例えば、8月に11月号とか撮るっていうのは、全然問題ないんですけども。 そこのどこどこへ行って、あこのものがシーズンでいいから、うん、じゃあ撮りましょうって言って撮っても、載せられるのは、その翌シーズンになっちゃうっていうのかな、かか一周回ってきちゃうんですよ、うんえー、風景ものとか、はい、例えば桜っていうのは撮って、うんで、桜の時期になる前に出さなきゃいけないんで、うん、前の年のものっていうのは想像つくんですけどもね、はい、人物はこうそうはいかないんですよ、自年だったら変わっちゃうんで、そこら辺がは切ないですね。 そうか確かにな、人物なんかもそうですね、やっぱタレントさんなんかも、次の年にはもうね、っていう方なんかもね、いらっしゃる可能性もありますからね、今、早いですから、そうそうそう、まあ淘たっていうのもありますから、だからこそ、売れる人が残るわけで、すごいですね、売れる人たちって何かあるんですね、何かあるんですねってことは悪いんですけど、僕も今みたいなことっていうのは、現実的な話で、あれ見ないねっていうのはあるんですよ、あのとき以来だねなんってね。 それがやっぱ残るっていうのは、やっぱ何か持ってんですよもうあれだけね、なんかその売れてる時っていうのは、プッシュされてたから、まあ、この子は残るだろうとかって思ってたら、うん、いきなり、あれ、えあのプッシュはなんだったんだろうとかって思うぐらいこう出なくなるみたいなね、うん、ありますからね、それは事情ですそうですよね、<laughs> まあまあ、もうやっぱこういう仕事してると、あ事情なんだろうなとかって思いながら見ちゃうんですけど、僕の仕事とすれば、やっぱ旬の子をい,、はい、いかにこう。うんあのー 全面的に出せるかっていうのと、はいうん、あとはこう売れてる子って初心、まあ、屋の立場からするとね、うん、あのいろんなカメラマンさんが撮るんですよ。する、はい、と本来カメラマンごとに表現が違って当たり前だと思うんですよ。はいはい、だけどやっぱり売れてくると、うん、どうしてもね自分の方向ってあるんですよ。<ー>こういう顔形好き、はい、こっちの方向から撮ってね、うん、あと スタッフもマンネリ化してくるんで、はい、スタリスタのヘアメイクさんとかいつも一緒の人だとパターンがに、うん、似通ってくるんですよ。そこをどう,こう打開するかっていうのかな打破するというの、ねうんうん、そればっか考えてますね、特に売れっ子の場合は時間も少ないし取ってもらえるそこをいかに萩原色でしかも彼女の違う面を見せるかっていうのは、うんね、反対に新しいことをするっていうことになるといわゆるちょっと。 大変じゃないですかもしそれが今までの流れの方だったらある程度の見込みがあっても、うん、そのちょっとこう変えることによってあれって思われちゃうっていう部分の怖さもないですかすごくあります、ね、それはだから編集の方で、うん、あでうまくいってもらうしかないて、はい、それがいいか悪いかは見てくださる方が判断すればよくそれで新、うん、しい面があったねじゃそれでこっちの勝ちだしなんだよって言われても話題になればいいのかなって なんだめじゃんって言われてもいいしチャンネルでボロクソ書かれても別にいいわけですよ、僕はそれで話題になればそれでと思うんですけどねなるほどそこら辺っていうのもうまく考えながらやってますけどね新人さん撮るのも面白いですおんですね全くまっさらの状態っていうのかなそれでまっさらの状態で思い出したけどこの間、このおもちゃカメラで撮っちゃいましたグラビアを。はいうん あんまし緊張してるもんで、うん、こんなちっこいカメラだからって、パ,パ,パシャとかやっちゃいました。とかなんかおもちゃカメラといっても、結構、良さげな感じはしなくもないですけど、うん、もちですよ、いわゆるパーティーカメラですから、うんうん、とてもグラビアなんか撮れるんじゃないんですか、パシャパシャパシャって、うんうん、そなんかそれが思いのほか良くて、はいうんで、掲載されるかは別なんですけど、はい、このカメラのデータを出しちゃいました。 提出しちゃいました。あの、編集部に。どうなんでしょうかね。また、発売になったら言います。あの時の話です。つって。まだ雑誌も言えないです。すみません。はいはい。はいはい。けど、全く想像つくと思います。はい。まあ、近いうちにね、あの、そちらの方が発売されて、その写真が使われれば、はい。これですって言いますよ。はい。教えていただければなと思うんですけれども、あと、何かあの、 もう今じゃ、ああれか、写真、雑誌の発売っていうのはまだこの時期だから。これからね、怒涛のごとく、あのムック本が出てきますので。はいはい。今連続で書いてますから、またその時。で、次の機会ぐらいにその辺話ができる。かなっていう感じですかね。あ、できるかもしれません。ねそうですね。はい。はい。楽しみにしててください。 期待していただきたいなと思うんですけれども。はい、はい。ということで、まあ、最近はじゃあ静岡で、あの、こちらのでロケとかが多いということですか、ね、うん、してますしてます。うん、うん。あの、また静岡かって言われちゃうんでね。いいじゃないですか、静岡、うん。移動が大変なんで嫌がられるんですけどね。うんうん、僕はもう静岡で撮りたいからはいはい。はい、ということでね、萩原和樹さんのこと魂のコーナーをお届けしたんですけれども、じゃあまた来,来週ぐらい。はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございました。